シェア畑菜園アドバイザーの下道です。今日はサビ病の予防と対策を実施します。10月はサビ病が発生する時期であります。サビ病とはカビ、要するに糸状菌ですね、の一種であるサビ病菌に感染することで発症する病気です。かかると苗の生育が阻害されるので、サビ病は早期に枯れてしまうことが多い病気です。かかる原因と対策方法を紹介します。まず原因ですが、降雨多湿ということです。雨が多く穂葉の湿度が高いことで発症しやすくなるので、発生の程度がその年の天候によって左右されます。次に水分過剰ということで、作物を育てる際の水分過剰でも発症しやすくなります。次が多肥です。肥料が多すぎると引き起こされる軟弱徒長も発症の原因となります。軟弱徒長といいますのは、肥料割れで背丈だけ伸びてしまう状態のことを軟弱徒長と通常言っております。その反対に肥料切れで起こる場合もありますので、栽培管理には要注意が必要です。かかりやすい野菜ですけども、ネギについては9月から10月頃に赤サビ病という病気が発生することがあります。赤サビ病は通常農薬を使ってもなかなか治らない病気で、赤サビ病にかかった場合は手っ取り早くその歯を摘破してしまうということしかできませんので、やってみてください。また有機栽培をする場合で重曹液をですね、使うこともありますけども、なかなか回復しませんので、やってみる価値はありますので、一応やってみてください。後ほど詳しく説明したいと思います。次に白サビ病です。白サビ病は歯の表側にぼやけた斑点と歯の裏側に白いイボ状の斑点ができます。このような株または小松菜等によくできる病気です。またそんなに多くは発生しないんですけども、大根とか白菜等にも時として発生することもあります。表側には白っぽくぼやけた斑点ができるんですけども、この裏側にですね、膨らんだイボ状の白い斑点ができますので、その場合には歯を全部摘破して捨ててください。サビ病に発生しない予防方法を紹介したいと思います。一つ目は追肥型にならないということで、追肥を皆さん方も同じですけども、多くやる人がいますよね。基準よりも多くやらないように心がけていただきたいと思います。多くやりますと野菜全体が軟弱に育ちまして、サビが発生することがありますので注意してください。2つ目は風通しを良くして過湿にならないようにするということです。このように収穫時期を迎えた野菜は早めに収穫して風通しを良くするようにしてください。次は土作りの段階で水はけを良くするように、耕してない方は土作りの段階でしっかりと耕して水はけを良くすることが大切です。できてない方はこのように畝を高く作ったり、このように畝と畝の間かを水が流れるように水はけを良くしたり工夫して見てください。最後に発生してしまった時の対処要領について説明します。ネギが仮に赤サビ病にかかった場合は、この葉全体を下から思い切って摘破してみてください。そうすることによってカビが
繁殖しない一つの方法だと思いますので、そして私たちが最小限できることは有機自然農薬で対処することです。これは重曹液ですね。重曹液はこのような病気にかかった歯に散布することで多少は予防できると思いますので、やってみてください。ただ野菜全般に下から上までしっかりと散布することが大切です。今日はサビ病について紹介しました。シェア畑菜園アドバイザーの下道でした。チャンネル登録といいねボタン押してください。またね。バイバーイ。